ドラゴンクエストビルダーズ実況者のエレボンゲだ。はい、やっていきます。とりあえず染料をね、エテポンゲ探しておりました。うん、で、なんかね、どっかでね、拾ったような記憶があったんだけど、拾ってなかったね。うん、拾ってなかったので、調べました。うん。どうやらこっちでなんか作るみたい。こっち、この焚き火の台所、これはちょっと意地悪だよな。うん、はい、これ油各種、赤と青の油と、あと石炭でできると。青が不足しておるのね。うん、で、枝豆もさやごと茹でた定番おつまみ1/2、まあ作っておくか。うん、作っておくか。あんまりあれだけど、まあどうせ他に使うことないでしょ、この豆。うん、目玉焼き、あ、これモンスターの卵で作るんだ。うん、そういえばね、こっちの焚き火は結局最初キノコ作った時以来見てなかったのでね。食器、これも作ってみる。ちょ、1個作ってみる。3個、まあいろいろね、作って置いてね、そうやって覚えていくしかないよね。うん、どうしよう、とりあえず油だ、油、油ちょっと回収しに行ってきます。やばい、お腹減ってるな。あー、空腹で倒れそうだ。食べ物、食べ物、枝豆、さっき作ったやん、枝豆、枝豆どこ、これか。取り出す。持ち物がいっぱいです。ちょっといらないもん、これ置こうか、どっかに。これいらない。枝豆を取り出して、あと食べれそうなもの、食べれそうなもの、これ調理しなきゃいけないしな。よし、食べよう。食っす。やっぱ全然回復しないね。うん、そういえば小麦でさ、小麦拾った時にさ、パンが作れるよみたいな説明文があったじゃない。できないのかな、小麦だけじゃダメなのかな。それか料理のあれが違うのかな。さっき出てなかったもんな、そういえば。話すじゃない。うるせえ、うるせえ、ロッシー、うるせえ。食器作る、染料、うん、これをできるだけいっぱい。はい、オッケーオッケー。これがある、これで看板を作ることができて、ビリンとエテの二人だけのお部屋が完成するという、そういうことですね。うん、そういえばじゃなくて、これ置いとこう。
よいしょ。あとさ、そう、こういうトゲ罠とかさ、持って帰ってきたから、うん、後で設置しようかな、外に。ここら辺にさ、ここら辺とかいいんじゃない？ここら辺とか。モンスター結構こっちから攻めてくることが多いからさ。で、あとコメントで、なんかこれあるじゃん、これ。エテが外に作ったこれ。これを街の中に建てれば、なんか作ってくれるみたいだね。うん。移動させた方がいいよっていう風にね、言われましたが、断る！はい。もう一個作ればいいかな。もう一個向こうに石のこれ作って。作れんのかな、この石の作業台ってのは。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。これこれ。これもう一個作って、置くか。うん。で、この同じ間取りにしたらできないかな。まあそれはそうと、さっき壁掛け作ろう。女の壁掛け。赤い油も何個かいるんだね。あ、女の壁掛けだけか。男の壁掛け。道具屋の一通り作るか。あとは宿屋。よし。石の椅子、テーブル、作ってみる。作る。ああ、もう作れなくなっちゃった。石が足りんか。石が足りないようだ。石、これだよね、石。これ、これだよね。うん。結構あるじゃん。あぶねえ、壁壊すとこだった。まず、エテと、ここに、メスの、壁掛けを、セット。大きづち壊れちゃった。こう、やっぱ上がいい。これでいいんかな。で、男の壁掛けを、ここ。ほい。で、道具屋とか、ここ道具屋にしてみる。ここ。これ。あとは、宿屋。ほい。これでいいのかな。ビリン。うん。あ、そっか、なんか中に置いてくれって言ってたね、そういえば。女壁掛け、壺とわらベッド。部屋の外じゃなく、部屋の中につけるように。あ、はーい。あと壺がいるのか。ちょっとまだ操作が慣れないな。ちょっと今日もね、今日休みだから、うん。いっぱいやるよ。2日ぶりぐらいです。ドラゴンクエストビルダーズ。操作。全く覚えていません。すいません。装備これ、よし、はい、壊して中につけるって言ってたね。じゃあここ、こっちにし、こっちにしようかね。こっちにしよう。ほれ、あと、壺とベッド。壺。足りない気がする、素材が。あ、あった、よかった。
つぼ。これを置く。邪魔にならないとこに置いて。できたよ。初めての個室。うん。初めての個室。来た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 。できたよ。できたよ。うん。私専用の部屋を。まあ、エテとビリンの部屋だよ。うん。ね。ケッパーは夜通し街をうろうろするし、ロッシュは時々寝ながら絶叫するし、ロロンドはいびきが異常に大きくて全然ものづくりに集中できなかったんだ。はあ、ごめんなビリン。かわいい。ちゃんと正面から扉が邪魔し、扉がクソがクソ。そんなに集中して何を作っているのかって？えへへ、それはまだ秘密。準備ができたら、教えるから楽しみにしててね。そうだ、最後に部屋の壁掛けに私の名前を書いてくれると嬉しいな。はい。いいよ。書いとくよ。はい。ベリン。え、これ、寝れるよね。よかった。よかった。あ、そっか。おのおの設定できるわけか。あー。けどさ、看板は中に立てなきゃいけないんだね。こういうのも、これもかな。じゃあ。壊しちゃったよ。どいて。うん、個室になった。そ、石のさテーブルを、こ、いや、ここには置きたくない。ここ、おお、食器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 。あ、どっか行っちゃった。食器と、食器と薬持っとこう。ほい。おお、いいね、いいね、いいね。で、ビリン。よし。ちょっと岩壊しとこう。これは石材、このちっちゃい石はさ、石材にはならないんだね。よし。じゃあちょっとびっくりマーク出てるこのクズども話聞こうか。ビリー、あ、作るじゃない、間違えた。この前は、私の部屋を作ってくれてありがとう。部屋を作ってくれたおかげで町のみんなへのプレゼントができたんだ。ほう、うん。お洋服を作っていたの。みんなに早く着てもらいたいんだけど、完成した服をロロンドに渡したら、公衆の面前で着替えはできんって怒られちゃったんだ。だからね、てこう、着替えができる新しい部屋を作ってくれないかな。部屋には椅子が2つと服を入れておく場所が欲しいんだけど。はい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 、いいぜいいぜ。空き部屋ならいっぱいあるからね。石のクローゼット。あー、ちょっと石、石材を何個か集めなきゃな、これ。
ロロンドア、なんだ。うん。恩師が持ってきてくれた石の守りの手がかりを、共に解読しようぞ。やろうぞ。石の守りには、石垣と棘花が持って帰ってきたよ、大量に。うん。石垣と棘花の作り方を考えてくれ。設計図通りの石の守りを早速この町に設置するのだ。魔物がいつも攻めてくる町の西が良いだろう。ふん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 にゃ。ヨマさん取ってくれ、そんなアホみたいな文章。勘弁してくれよ、26やな。石垣をひらめいた。石垣積みの壁、トゲバラ。はい、なんだ、びっくりした。急にドア開けんなよ。まずね、ロロンドの、なんか、ロロンドのなんか頼みはもう後で、先ビリンの、お願いを聞きます。ビリンが最優先です。一回寝まーす。とりあえず石がね、足りてないだろうから、石めっちゃ集めに行ってくるわ、石。うろちょろして。うん。行ってきます!どうしよう。せっかくだし、向こう行くか。行こう。え、なんだなんだ、なんかおるか、なんかおんのか。え、ん、あ、あ、ちょ、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない。あれ、こんなやつおったっけ。宝箱じゃないか。どっち先だ。なる、びっくりした。入ってないんかと思った。ちょ、宝箱壊せないかな。ちょ、画面見にくいぞ。ハンマーだったらさ、壊せんじゃない?壊せるやん、やっぱり。だと思った。で、はい。やったじゃないか。これでいろんなとこを登れるね。今日から君は僕のクライミング仲間だよ。高いところに登るのは楽しいけど、落ちないように気をつけてね。